手島優、妊娠中の食事巡り、過剰な心配、が、ストレスでしかないので。第一子妊娠中に寄せられる、過剰な心配、の声。手島優は、ありがとうって思えず、やめていただきたい、と明かす。タレント、手島優が9日、自身の公式ツイッター、現、X、を更新。妊娠中の食事をめぐる声に反応した。10月に出産予定。昨年11月1日に一般男性と結婚したことを発表。今年5月に第一子妊娠を報告し、10月下旬に出産予定という。40歳を超えて初めて迎える出産、完全なる高齢出産など、初めてのことだらけで不安もあります、としつつ、無理せず体力もつけつつ、まずは無事に出産できるまで心身ともに健康に過ごしたいと思っております、と伝えていた。過剰な心配はストレス。出産が近づく中、冷たいドリンクやパフェの写真などを SNS に投稿していた手島。冷えは妊娠中の体に影響を及ぼす可能性があると言われているためか、心配の声が寄せられたそう。これに対し、妊婦ってちょっとでも冷たいもの飲んだり食べたりしたらダメなのかな。きちんと気をつけて過ごしてるし、こんな暑い日続いてるのに常にずっと温かいものばかりだと辛い。暑くて倒れちゃうよ、過剰な心配はありがとうって思えず、ストレスでしかないのでやめていただきたいです。と訴えた。お医者さんと相談して、と助言。コメント欄には、今の時期は暑さで倒れない要する方が大事と思います。十分に体のこと考えた上で行動してるのずっと SNS 見てればよくわかりますよ、との声や、難しいですよね。冷やしすぎるのはダメというの聞きますけど、この酷暑では？首筋とか冷やしてとかなら良いかもしれませんね、お医者さんと相談して、まずは対策立てましょう、と助言が届く。また、飲みすぎがダメなだけでしょ。あんまり神経質にならなくて良いのでは、との書き込みが寄せられると、手島は、あ、私は神経質になってないのです、コメントなどで言われるので、やめてほしいなぁというお願いです、と返信していた。